低信省はかつて日本に存在した郵便や通信を管轄する中央官庁である。内閣創設時から第二次世界大戦中の行政機構改革で統合されるまで交通、通信、電気を幅広く管轄していた。第二次世界大戦後にも復活して1946年から1949年まで存在したが、この時期には通信及び 航空保安のみを管轄した。現在の総務省、国土交通省航空局、日本郵政、及び日本電信電話は、1946年から1949年までの、停震省の後ろ身に相当する。停震省イークラ庁舎郵政省本庁舎などを経て、日本郵政グループ、イークラビル1871年4月20日の、郵便創業時、郵便事業は、 宿駅制度を司る駅定市の所管であり、初代駅定頭は浜口五両であるが、近代郵便事業の展開は、第二大駅定等前島ひそかの指導のもと進められた。この駅定市は民部省、大蔵省、内務省、農省務省と所属が変わる間に駅定寮駅定局と昇格。1885年に停心省が設立されると、 その所属となった。1887年には郵便番号マークが制定された。これは低身証の頭文字、手をデザイン化したものであるとされる。1900年にはそれまでの郵便規則、郵便条例、小包郵便法などが統合され、郵便法が制定された。1920年には貯金局と簡易保険局が設けられた。その後郵便事業は通信委員。 低新院、復活した低新章を経て、郵政省に受け継がれることになる。公部省の所管であった電信事業は低新章に受け継がれ、1890年には電話事業も管轄するようになった。以降電信と電話の所管は一貫して低新章のものであったが、1949年に省が解体されると電気通信省へと移った。 なお電気通信省は1952年に日本電信電話公社に改組され、その監督は郵政省が行うこととなった。民間船舶に関する事務は、農商務省商務局幹線課が行っていたが、1882年に幹線局へと昇格した。1885年に内閣制度が創設されると低新省の管轄とされた。 1896年には海南審判制度を定めた海員長会法が交付され、翌年には海員審判所が設立された。大東は戦争開戦直後の1941年12月19日、海運の国家統制を目的に海事に関する業務は海ストム務員へと移された。ワシントン海軍軍縮条約脱退後の国際情勢悪化の可能性を見込んで、 1936年から標準線制定の動きが起きた。日中戦争中の1939年4月に正式決定され、造船量の増大や効率化を目的に大小貨物船6形式が計画された。その後日本のパナマ運河経由ニューヨーク航路の高速貨物船に相当する L 型が計画されるが、さらなる情勢悪化により中止。 艦隊随汎用大型タンカーのトルコリラ型、ライン向け中型タンカーの TM 型、鉱石運搬船の K 型が追加された。また、D 型と E 型の中間にあたる H 型も計画されたが、こちらは計画のみに終わった。後の戦時標準船の制定により、平時標準船とも呼ばれ、第一次戦時標準船はこの形式をベースにして、設計されている。以下、諸元は、 総ン数、期間、最大速力の純百8 7 2年の新橋、横浜間鉄道開業の前年、工部城に鉄道料が設けられた。その後鉄道局へと昇格したが、1885年に工部城が廃止されると内閣の直属となった。1890年には鉄道庁となり内務省の外局になったが、 1892年には、低新省の外局とされ、その翌年には内局化され低新省鉄道局となった。1897年に、現業部門を外局として独立させ、鉄道産業局に帝国鉄道庁へと改祖としたため、鉄道局は監督行政のみを受け持つことになった。1908年に鉄道局と、 帝国鉄道庁を統合して内閣鉄道院が設立され、鉄道事業は低心省の手を離れることとなった。かつて電気用品取締法が存在した時、対象製品につけるマークに郵便番号が使われた。これもかつて低心省が所管していた時の名残であった。現在製造される製品にはこのマークはついていない。1923年陸軍省の外局だった。 航空局が定心省の外局として移管され、翌年内局となった。1927年の航空法の施行とともに、定期航空輸送の構想を打ち出し、大阪、東京、福岡に飛行場を整備し、国際航空郵便も東京大連、大阪上海を開設した。1938年1月31日、航空局は再び定心省の外局となった。 同年6月、航空機乗員養成所を設置した。1943年11月1日、運輸通信省設置とともに航空局は、同省の内局となり、1945年5月19日の運輸省への解消においても存敬された。同年12月31日、運輸省航空局及び航空機乗員養成所を廃止、航空に関する事項を、 運輸省から停震院に移管して、停震院電波局に航空保安部を設置した。1946年7月1日、停震省航空保安部を設置した。1949年6月1日、停震省廃止に伴い、電気通信省の外局として航空保安庁が設置された。郵便、小包み郵便、郵便合わせ、郵便貯金、簡易生命保険。 郵便年金、電信及び電話の管理に属する事務、発電水力調査に関する事務並びに、電気事業及び、船舶会員の監督に関する事務を司る。職員は、局長、書記官、事務官、技師、書記、技師、書記補。各局所の定員の配当は、定審大臣が定める。各定審局の名称、位置及び、管轄区域は、下の通りである。 参考、大正13年11月25日直令、第272号停止局完成、14年、直令第185号、直令、第2 8十号、15年直令第191号、直令、第278号、昭和2年直令、第253号、3年直令、第206号、4年直令、 第229号。自転昭和戦前期の日本134ページ。リガーシスガバニング。ザ・オーガニゼーション・オブ・ザ・ミニストリー・オブ・コミュニケーションズ。オフィシャル・ガゼット1、低新章完成第1条。官報第7071号。明治40年1月26日。ピース・タイム・ E ・タイプ・スタンダード・カーゴ・シップ。 航空局完成中改正の件による改正後の航空局完成低新省完成中改正の件。昭和2年直例第104号により、同年6月1日施行された。日本の空港整備は、どのように始まったのか。軍事版、常見問題両列改修機構。2009年12月12日時点のオリジナルより、アーカイブ。 2012年9月12日閲覧。航空局完成。昭和20年直例第734号。停止委員。国立公文書館アジア歴史資料センター。2021年3月17日閲覧。助人及び事例、官報第5700号。大倉省印刷局。1946年1月16日。87ページ。 昭和21年定新章国時代5号、ありがとうございます。